それでさ、うん、いや俺全然いいと思うよ。俺今回の大人の差し入れいかがですか。もらって嬉しい。開けて誰が使うんだこのもらって。でも使うだろ、本人だから使わないだろ。本当にハットリジラック好き。なんか目元になんかこうなんか厚くしてこうなんかこう目をこういうまあとりあえずいいやつですね。うん、伊野さんメガネかけてますし。じゃあまだもう値段もまあ余ってんだから、じゃあこれも一応買おう。額これダサすぎない。大丈夫だよ、ちっちゃいのにする。じゃあ何どうしたの、帰ってきてなんか緊急事態とか言ったらどうしたの。我々ピザ調達部、うん、まずお前ら出てったじゃん、うん、その後ピザの受け取りが、うん、その営業が23時までだったの、うん、だから俺らがその時はもう23時過ぎてたの、うん、営業終了しちゃうから、うん、そのピザを取って命に向かおうと思ってたんだけど、うん、ピザ取り行かなきゃまずいじゃんってもう急いで出たんだよ、うん、そしたら飯野さんが最後ね、夏美と、うん、あれ会って、うん、あれみんなどこ行ったのっていう、まあ、ちょっとその時点で、うん、あれみたいな感じになってたの、うん、でまあいいやと思って俺らピザ焼いたら飯野がもう彼女にね、帰ってきてって言われてたから、うん、みんなもういなくなったし、うん、帰っていいのかなと思って、多分帰るわって言ったの、うん、それ俺ら知ってて、ちょうどピザ受け取ってる時だったの、うん、俺らの想定としては最初にもう飯食い行こうって言っちゃってるから、うん、飯野が帰ってきちゃったら、うん、飯食いに行くってことになるじゃん、うん、でそこで時間を稼ぐことはできるけど、俺らがやりたいのは宇宙人を風呂入ってる時に入れるってことだから、うん、それやっちゃうと飯食い行こうよで風呂入んないじゃん、うん、だから俺らが先にピザを届けて、うん、帰ってきたらピザありましたよっていうことで、そのピザを食ってそのまま風呂入ってもらおうと思った、うん、だから飯野より先にピザを渡しに行かなきゃいけなかった、うん、して、まあ、結構急いだんだけど、まあ、ちょうど着いたタイミングぐらいで飯野が先にもう家着いちゃってたの、うん、でこれやばいってなって、で最初に犬の彼女はね、そのピザをの話をちょっとよく理解しなかったから、ちょっとまあメイクがなんとかとかいうごまかしてそのピザのこと言ってなかったんだけど、その後に連絡来てから、あ、なんかピザ今から届くんだよみたいなこといきなり言い始めて、で犬がもうちょっと怪しいんで、どこのピザって聞かれて、こっさり答えないといけないじゃん、一か八かドミノピザっつったらしい、うん、で、あ、そうかっつって、で実際にそのウーバーイーツ形式でね、そのこのピザを1枚だけ夏美が届けに行ったんだよ。でピンポンして、彼女が出るっていう設定でピンポンしたら、カメラバッチしついて走って逃げたんだよ。そしたらなんか飯野が、なんか女の人が走っていったよみたいなこと言って、彼女がピザ持ってきたらさ、ピザーラだし、もう飯野さんがね完全に怪しいと。もうまあまあ、じゃあもうグダグダやもう、グダグダ何やってんの。いやー申し訳ない。さあかけらんないでしょそれ。まあいつか一つマスクしてるし、ね、というわけで、はい、まあ、いろいろありまして、はい、本来は、はい、この映像はちょっと面白いですよ。なんか秘密組織かなんかですか。いや、見方によってはなんかこう家族旅行みたいよ、ちょっと見える。いやいや、これどこポジション。まあ、飯野さんがお風呂に入ってる時に、うん、こっそり中に入って、うん、風呂から上がったら宇宙人がいるっていう状況を作りたかったんですけど、うん、そうだね、ちょっと我々ピザ調達班の不手際により、うん、だいぶ怪しまれてしまって。何やってんねんグズが、お前ほんと。もうピザ調達班ではないですもんね。ちげえよ、安西ってやついたんですけど、ね、ちょっとあいつ使えねえかな。今回はもう突撃、隣の晩ご飯スタイルで宇宙人さんに行ってもらうっていう。過去なかったと思うよ、隣の晩ご飯でこれが入ってくるは。Thank you.
おい久しぶりだな。久しぶりです。ね、ちょっと今日は伊野さんのお家のねご飯をちょっと紹介していただこうかと思いまして、ちょっとやってまいりました。はい、ね、隣の晩ご飯ということで、今日は何を食べていらっしゃったんですか？ピザ食ってました、そこで。ピザ、なるほど、このピザだったんですね。どんな感じで、普段はどんな感じで食べてるんですかね。ありがとうございます。いやでもお久しぶりじゃないですかね。座っていただいて、はい、どうですか？彼女と仲良く食べていたんですか？一人で食べてました。あ、一人で食べてたんですか？なるほど。いやいただきたいもんですね。すごい美味しそうな。久しぶりの久しぶりの動画だと思う。お前やめろ。お前やめろ。お前今殺した。本当にふざけんじゃねえよお前。お前やろ。お前こらえよって。どうなんなよこんなの。助けに来るとは。じゃあまあここにあるね、結構な豪華なもんですよ。これ買ってもうみんなのカンパキが尽きたのよ、うん、救世主が現れて、うん、1万円とさっと置いて帰ったやつがいたのよ。誰？お前は親友の西尾かな。これによってね、プレゼント代が1万円分も使えたのよ。へえ、じゃあその1万円分はガチで、もうこれ申し訳ないから、うん、そのお詫びとしてプレゼントをね、うん、ちゃんと買ったわけですよ、今回は。ちょっとそれをちょっと見せてあげてくださいよ。梱包されてない、これからいきますか、はい、3つぐらい買ったんですけど、うん、めっちゃエロいおもちゃにしか見えない。いや、違う、どういうことよ、もう。あ、それ目をね。あ、これはそうそう、目の、なんかマッサージ機みたいな。これ嬉しいよ、本当に。これ7000円したからね。7000円すんの？そうそう、7000円したよ。結構すんだ。目をね、こう酷使してるからね。これでも西尾さんからのプレゼントってことでしょ、これ。いや、まあまあ、そんなことない、そんなことない。あと2つあるから。あとじゃあ、彼女がね、うん、なんかその彼女に聞いたら何欲しいって、うん、なんか部屋に飾れるね、うん、絵が欲しいみたいな。アートボードが、うん、絵って言われたんですよ、僕らは、うん、なんで確かに吊るせるね、うん、でも正直これ、いや、これ結構高いっす、うん、この絵は。なんでも、いや、多分グループがグループのカードも全部使って買ったぐらいいいやつなんで、世界にここぐらいしかないだもんね。結構名のあるやつなんだ、うん、それがこんな梱包なわけねえだろお前。古い老舗の店とかメルカリみたいなもん、どう？ぜひ飾ってもらえる。5個じゃどう？いや、本当に世界に5枚しかないから、ぜひ飾ってください。いや、マジで落札で結構できる。ひどいよ。これさ、ちょっと高画質のやつダウンロードしない。 Google の検索欄から行っちゃってんじゃん、これ。スクショしてるやん。これひどいよ。これ風刺が効いてていいよね。効いてて結構おかしいよ、これ。いいやと思って。いいここまでの作品だから。逆にね。あと、もう一個、これなんか佐々木がなんか、佐々木はこいつカンパ1000円で来たんで、うん、まあ、こいつからのもうあれだと思ってます。いや、それはよくまずくないか。いや、見たことあるな、これ。もういいんだよ、さっき4つ目のゴッホよ。これは結構でも彼女も喜ぶと思う。だからもうさっきから素人コンポよ。血芸取れるかな。彼女に2人目の失礼だよ。お風呂場とか洗面所のほうにこうやって。引いちゃえばこれでやってた。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアイノン。ケーキです。Happy birthday to you!
めでとうございます。おめでとうございます。よかったな、こんな友達。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。トゥユー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 。これに関してはマジでおめでとう。トゥユートゥユー。あ、いいの、飲んじゃって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 。いつもノリやん。きついきつい。もう初めてだから。全然音程そんなコールないだろ。飲んじゃって飲んじゃって飲んじゃってじゃねえよ。初めての初めての初めての。本当はお前が帰る前に俺らがついてピザがもうあって帰ってきたらピザ頼んだってましたよっていう設定だった、うん、お前が中途半端に爆速で帰ってたから、うん、なんか配達するみたいな変なふざけになったのだからなんかマルゲリータとかドミノリータとかどう生まれて、え、生まれてどう誰だよお前いやそれだったら誕生日会なんだから、まずはやっぱ生まれてどうかで生まれてどうか生まれてきてよかった、うん、よかった。言いたくはない、ちょっとないよ。うーん、もう一回同じ人生できるとしたら自分の同じ人生にする、それとも変える。まだ早いよ、その質問。うーん、何歳の頃に戻りたい。戻りたくない。うん、でも多分死ぬ時にこんな映像を思い出すと思う。やだよ、こんなの。本当に良かったね、これは。まあでも今23歳でしょ、うん、で、生まれてきたわけじゃん、うん、もうでもここでストップだよね。ピークだろうね。これ、これこのピザパーティーピークの味がする。死ぬよ。あとは下がり。だったら死ぬわ。うちは30歳の犬になんかメッセージ残しといたの。30歳の犬にまずメッセージ残して、うん、で地球人にメッセージ残す。30歳の僕へ。元気にやってますか、楽しいですか、3時になる頃にはまあね、ピザなんて囲んでないことを祈ってます。うん、聞いてんのか。いや、多分30歳の犬は画面死ぬほど綺麗だと思ってると思う。影が喋ってる俺ら。まあ、ということで裏でいろいろありすぎたね、これ心のシーンが少ないかもしれないけど、まあまあ、うんうん、ということで次誰誕生日は西尾じゃない。加藤だ。加藤開くよね。加藤西尾も同時開催だもん。加藤、加藤西尾とかはもう来年。そうだね。西尾さん今回の1万円も自己投資っつってるからね。こうということでまた来年お会いしましょう。はい、はい、ありがとうございました。おめでとう。おめでとう。